こんにちは、みどりです。いつも応援ありがとうございます。本日は2022年2月28日月曜日です。今日もニュージーランドの首都ウェリントンよりお届けします。今回は視聴者様のリクエストにお答えして、ウェリントン市に隣接するハット市郊外ワイヌイオマタへのドライブの映像をお届けします。この視聴者さんも私がニュージーランドに留学していた頃、ハットバリーハイスクールの交換留学生としてニュージーランドに来られて、ワイヌイオマタでホームステイをされていた方です。また少し前にもパーマストンノースの大学に留学されていた方からもメッセージをいただきました。できればパーマストンノースへも行って街の様子をもっと紹介したいと思っています。でも今はちょっと時間的にも精神的にもあまり余裕がないので、ごめんなさい、先延ばしにしています。近い将来パーマストンノースの映像も投稿しますので、どうか気長にお待ちいただければ嬉しいです。本当にありがとうございました。今回はちょっと何を話そうかアイデアが浮かばなくて、実はネタ切れで困っていました。そこで最近の生活の様子とコロナ関係のことを分かる範囲でお話ししようと思います。ニュージーランドでは新型コロナウイルスのパンデミックに関して、昨年末まではかなり厳しい政策を取ってきました。少数でも感染者が出ればすぐに全国的または地域的にロックダウンをして、人の往来を厳しく制限するような感じでした。それはアーダン首相がニュージーランド国内ではコロナ撲滅を目指していたからです。でも昨年の後半にデルタ株の感染が始まって以来、国内完全撲滅は非現実的だという意見も多数出てきて、今後はウイルスと共存しなければいけないという方針になり、コロナ対策のルールが大きく変わりました。昨年末にはロックダウンを中心とするやり方はもうやめにして、新しい信号機システムというものが取り入れられました。このシステムはなかなか複雑で細かいところまで説明できませんが、大まかに言えばコロナの感染状況や医療機関の受け入れ可能状況に応じてレベルを緑、黄色、赤の3段階に分けます。市中感染が多少あってもコントロールできていて、医療体制も普通に機能できていれば緑になります。市中感染が拡大して医療体制の逼迫が懸念されれば黄色になります。このままの状態では医療崩壊のリスクが考えられれば赤に切り替わります。緑、黄色、赤のそれぞれのレベルで許可されることと禁止されることのルールが違ってきます。緑であれば日常生活において禁止事項も少なく、多くのことが自由にできます。赤のレベルになればより多くのことが禁止されて制限も多くつくようになります。緑、黄色、赤のすべての段階においてワクチン接種を2回済ませてワクチン証明書を持つ人とそうでない人とはルールが全然違ってきます。どのレベルでもワクチン証明書を持つ人はより多くのことが許可され、かなり自由な生活ができます。でもワクチン証明書がない人は制限が多くつきます。現在は感染力の強いオミクロン株に置き換わり、昨日の全国新規感染者数は1万5000人近くに上がり、この数字は人口の少ないニュージーランドにしてはかなりの数です。デルタ株に比べれば重症化はさほどないと言っても警戒した方がいいというレベルに達したので、現在は信号機の赤の段階にいます。信号機システムの赤になっても昨年までのようにロックダウンはありません。また国内移動も自由にできます。小・中・高等学校も基本的には普通に通学できる状態です。大学では大人数の講義の場合にはオンライン、小さなクラスの場合は対面による授業というようにハイブリッド方式を取り入れているところが多いです。公共の場や電車、バス、飛行機などの交通機関を利用する際は必ずマスク着用の義務があります。労働者に関しては自宅からリモートワークが可能な人はリモートで働くオプションもあります。現場に行って仕事をする必要がある人は職場に行きます。
信号機システムの赤であってもワクチン証明書があれば普通にカフェやバー、レストランで食事をしたり、ジムや美容室に行ったりすることも可能です。しかし証明書なしではこれはできません。テイクアウトだけが許可されます。また赤の時には集会に関してはワクチン証明書があれば100人までの集会に参加できますが、証明書なしでは25人までの集会しかできません。ちょっと前までは全国の新規感染者数も1日200人台の日が多く、その時には感染者や濃厚接触者は2週間の隔離義務がありました。でも最近は患者数が大幅に増えてきたので、2週間の隔離義務にすれば労働者不足により社会や経済が回らなくなる心配もあり、隔離日数を減らす方向にあります。今現在は10日間の隔離義務があります。ちょっと前まではコロナの症状らしきものがある人は必ず PCR 検査を受ける義務がありました。でも全ての人に PCR 検査をするのも非現実的になるほど患者数が増えたので、今後はすぐに検査結果の出る抗原検査を導入する方向に動いています。この検査は自分でテストキットを使用して検査することができるものです。個人の生活レベルでは昨年と今とでは何が変わったかといえば、昨年まではスーパーマーケットで買い物するときに列に並んでお店に入ることが多かったです。でも今では列に並ぶことはすっかりなくなりました。国の方針ではオフィスに出社して働くことも許可されていますが、会社や組織によっては雇い主側が赤信号の時にはリモートで働いてほしいということでリモートワークを強制する会社もあります。私の夫の会社がそうなので、今現在夫は自宅から毎日仕事をしています。買い物では品薄状態の商品も時々ありますが、基本的には何不自由なく生活できている状態です。もう一つ大きな変化はニュージーランドの国境が徐々に開いていくということです。ニュージーランドの厳しいコロナ対策により、海外に住んでいるニュージーランド人が帰国したくても帰国できない状態が長く続いていました。今までは海外からの帰国者は全員政府が指定した隔離施設で2週間隔離しなければならない義務がありました。でもその隔離施設の数が限られていて、帰国を希望する人すべてを収容することができませんでした。そのため自国に帰りたくても隔離収容施設を予約することができず、帰国できない人が今現在大勢います。本日2月28日からはオーストラリアにいるニュージーランド国籍の人、永住権保持者が帰国できるようになります。ただしワクチン接種済みであることと、ニュージーランドに入国後自主隔離が7日間必要になります。また3月中旬からはオーストラリアだけでなく他の国々にいるニュージーランド国籍の人、または永住権保持者、熟練労働者と呼ばれる人たち、ワーキングホリデースキームの旅行者が入国できるようになります。最初は自国民を、次に熟練労働者や留学生を、そして最終的には海外からの観光目的の旅行者を入れるという感じで動いています。日本からの観光目的の旅行者は今年7月より可能になる予定ですが、ニュージーランド入国後7日間の自主隔離の義務があるので、短期間のツアーでニュージーランドを旅行するのはもうしばらく難しい状況かなと思います。でも将来的には以前のように自由に行き来ができるようになると思います。ニュージーランドはたくさん綺麗なところがあります。皆さんにもいつかぜひ来ていただきたいなと思っています。あと最近感じることは、インフレ傾向がかなり強いということです。食料品も生活用品もガソリンもかなり値上がりしました。正確な数字は分かりませんが、アメリカほどではなくても日本以上に物価の上昇率が高いです。今回コロナ関係のことをお話ししましたが、私の勘違いがあるかもしれません。
もし正確な情報が必要な方がいらっしゃれば、概要欄にオフィシャルサイトのリンクを貼っておきますので、そちらを参照していただければ幸いです。今日は2月の最終日で、ニュージーランドでは暦の上では夏の最終日となります。ただウェリントンは日本とは違って四季がはっきりしていません。冬でも半袖で大丈夫の日もあれば、夏でもヒーターをつけないと寒い時もあります。今日の最高気温は16度で、かなり涼しく感じています。お天気は非常にいいので、日向に出れば暖かいですが、うちの中はちょっと寒くて、今ヒーターをつけようかどうか迷っているところです。それからもうすぐハットバリーハイスクールの映像が映りますが、車の中から撮影しており、カメラの位置を間違えてしまいました。リフレクションがあってあまりよく見えませんが、せっかく撮ってきたのでぜひ見てください。ごめんなさい。ということで、今回はこの辺でおしまいにします。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。今後も今まで通り応援よろしくお願いいたします。ウェリントンの緑でした。それではまた次回まで、さようなら。